ジェリー・グッドマンは、ザ・フロックや、フュージョン・バンドのマハビシュヌ・オーケストラで、エレクトリック・バイオリンを演奏したアメリカ合衆国のバイオリニストである。ジェリー・グッドマンは1949年3月16日、イリノイ州シカゴで生まれた。両親は二人とも、シカゴ公共楽団の弦楽器セクションのメンバーであり、おじは有名な作曲家にして、ジャズピアニストのマーティ・ルーベンシュタインであった。 ジェリーが音楽院でしっかりした教育を受けたのはザ・フロックのローディーとして、またその後はバイオリニストとして音楽キャリアを始める前のことだった。1971年にジョン・マクラフリンのアルバムマイ・ゴールズ・ビヨンドに参加した後、マクラフリン率いるマハビシュヌ・オーケストラのオリジナルラインナップとなり、1973年にバンドが解散するまでメンバーを務めた。 キーボード奏者のヤンハマー、ドラマーのビリー・コブ・ハムと並び立つ腕前のソロを披露した。1975年、マハビシュヌでの活動に続いて、グッドマンは、マハビシュヌの同奏生である、キーボード奏者のヤンハマーと一緒にアルバム、ライク・チルドレンをレコーディングした。1985年より、プライベート・ミュージックからの3枚のソロアルバム、未来飛行、エリエル。 およびライブアルバム、It's a ライ i v e を、フレッド・サイボンや、ジム・ハインズなどの著名人とレコーディングし、自身のバンドやシャドウ・ファクツ、ディキシードレッグスと一緒にツアーを行った。彼は、リリー・トムリン主演の映画、The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe でスコアを担当し、ビリー・クリスタル主演の映画、ミスター・サタデナイト、スティーブ・マーティン主演の映画、ペテンシと詐欺師、 騙されてるビエラなど、数多くの映画サウンドトラックで、バイオリニストとしてフィーチャーされた。彼のバイオリンは、トゥーツ、シールマンス、ホールオーツ、スティックス、ジョーダン・ルーです、チョーキング・ゴースト、デレク・シェディニアンなど、様々なアーティストによる50枚以上のアルバムで、聴くことができる。グッドマンは、シェディニアンのソロアルバム4枚、イナーシャ、ブラック・ユートピア、ミソロジー、 ブラッド・オブ・ザ・スネークに参加している。1993年、グッドマンはギタリストのスティーブ・モーズが率いるアメリカのインストゥルメンタルバンド、ディキシードレックスに加わった。グッドマンは1枚のスタジオアルバム、フル・サークルとライブアルバム、カリフォルニア・スクリーミンに参加している。1996年、セッション・バイオリストにして音楽プロデューサーのレイ・ティッシャーは とかデルエンジェルからのブリッドボッサーオーケストラによる受賞歴のある CD でオリジナルのインストゥルメンタル作品を収録したカンシュオンズデルソルにてグッドマンをフィーチャーしたライブコンサートで世間の注目を集めた後2004年と2005年にゲイリーハズバンドのグループであるゲイリーハズバンズフォースマジョールでツアーを行い DVD ゲイリーハズバンド S フォースマジュール ライブアットザクイーンエリザベスホールに登場した。さらに最近ではサンディエゴを拠点とするフュージョングループのヘクティック・ウォーターメロンやアルバムブラック・クラウズシルバー・ライニングズでドリームシアターと共演している。グッドマンはビリー・コブ・ハムのスペクトラム40ツアーにも参加した。ありがとうございます。